今回のゴジラ対モスラでは新しいゴジラスーツが作られた。他の作品のゴジラと区別するため、敵役バトラにちなんで通称バトゴジと呼ばれるこの新作スーツには、河北監督のあるアイデアが採用された。ゴジラそのものを表現するためにはね、アルバムではその全身像で、全体像でね、尻尾がこう動くことによってやっぱりゴジラの強さとかね、そういうものを表現するんで、やっぱその中でその全体を捉えた中でのね、その首が上に向かないのはどうしてもね、やっぱ不自然なんでね。モスラに関してはその上空上を飛ぶね、怪獣との戦いなんで、どうしてもねやっぱりこう上を向くようなねゴジラってのはやっぱ必要だって。ちょっと楽にしてこうしたの？ああ。うわあ。こうなったんだな。ああ。今首上げた状態これ。はい、上がってます。下げて。上げて。